おはようございます。今日もいつもの散歩コースに来ました。前回の動画の、編集時点でのちょっとカラーにかなり自分的に不満があったので、リベンジしたいと思いまして、今日は前回と同様 α7C の HLG で撮りたいと思います。マイクはもう ECM、BYM がいいのは分かってるんですけど、あえて MKE200 をつけて、どれぐらい取り回しが違うのかもう一回確認しようかなと思っています。今日も午前中に来てるんですけど、なんかやけに人が多いですね。何なんだろう、いつもこの時間は人が多い時間なのかな。はい、前回同様のシーンですけど、今は APS-C サイズですね。ズームをかけるとこんな感じでいきますね。なんか構図も気になったんですよね。こういう絵になるともう写真に近い感覚ですよね。眺めがいいですね。カモ今日少なそう。どこ行ったんだろう。今初めて上の録画ボタンを押しましたけど、こういう時に左手で自撮りするときは上の録画ボタンの方が使いやすいですね。でも今日初めて押したこのボタンずっとシャッターボタンだったんで、やっぱり今日カモ少ないですね。どこ行ったんだろう。これは今マックスズームです。いました、みんな端の方で寝てた。鳥の寝る時間って何時なんですかね。でもここの子たちはとりあえず午前中に寝るっぽいですね。この花って花の裏側蜜があって甘いやつですかね。前回撮った時もなんか嘘みたいな鮮やかなピンクだなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、今日も鮮やかです。わ、ズーム戻すの忘れてた。 α7C は撮影してない時の取り回しがもう秀逸ですね。もうずっと右手で持ってても辛くない。これがやっぱ運用の楽さっていうところですかね。相変わらずハングリーな鯉たち、今日めちゃくちゃいるな。お、ズームできるのすごい。ちょっと苦手な方すいません。ちょっとえぐいですよね。今日はポンターいません。ちょっと時間が早いのかな。さて、お腹も空いてきたんで、そろそろ帰りたいと思います。ちょっと、ここ数日めちゃくちゃカレーが食べたくって、なんとかしてカレーを食べたいなと思ってるんですけど、作るしかないかな。とりあえず帰りたいと思います。じゃーん。ということで、カレーがなぜかカップヌードルに変わりました。いつも散歩行った後にプロテインを飲んでるんですけど、でプロテインは豆乳で割って飲んでるんですけど、ちょっと豆乳が切れててプロテインを飲むことができなくって、あ、そういえば変なカップヌードル出てたなと思って、ちょっとわざわざコンビニに行って買ってきました。パッと見は普通のカップヌードルですね。ちょっと彩り綺麗だけど、なるほど、熱っ。ちょっとさっぱりしてますね。これをさっぱりというか味が薄いというかは人によると思いますけど、麺もちょっと普通のより細め。この謎肉も味違いますね。ちょっとプロテインっぽい味する。
さらに今日はもう一品、じゃんと、カレーパングランプリ金賞のカレーパン。もう前から気になってて、ずっと行ってみたいと思ってたんですが、今日ようやく行くことができたので買ってみました。ピーターパンっていうパン屋さんのカレーパンです。結局カレーが食べたい思いを捨てきれず、カレーパンを食べるっていうところに行き着きました。さあ、カレーパンのお味はいかに。お、ふわっとしてる。サクサクふわふわ。まだカレーにたどり着かない。うん、確かに美味しい。この生地めちゃくちゃうまいですね。カリカリでふわふわ、パンめちゃくちゃ美味しい。さすが金賞。あっという間になくなりました。これ今まで食べたカレーパンの中でもう生地は秀逸ですね。生地はめちゃくちゃ美味しい。カレーも美味しいんですけど、まあ、僕としてはもうちょっとがっつりとしたカレーが好きなんで、これは多分好みの問題なんで、でもめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ食べてみてください。これは初めて見たけど、よくよく見たらフォーウーマンって書いてあったあー、美味しかった。ごちそうさまでした。